ジョシア・レノルズによる肖像が1760年頃。ジェレマイア・ダイソンはグレート・ブリテン王国の公務員、政治家。庶民議員初期官を務めた後、政治家に転身して庶民院議員を務めた。ジェレマイア・ダイソンの息子として1722年頃に生まれた。父は仕立て屋だったが多額の遺産を残したという。早くから 極端な保育主義の傾向を示し、1740年にリンカーン放送院に入学し、エディンバラ大学に2年間通った後1742年10月4日にライデン大学に入学して民法学を学んだ。1744年にライデンでマーク・エイ・ケン・サイドと再会して一緒に住んだ後ロンドンに戻った。1744年にウィリアム・ウォーバートンが 英検サイドの作品、創造の喜びを批判すると、ダイソンがウォーバーアトムへの公開書簡を発表して、反撃した、という逸話もある。ダイソンは1746年に、リンカーン放送院で弁護士資格免許を得て、庶民院で、下級書記官として就職した。英検サイドは短期間のサンプトンに住んだ後、ハムステッドに移り、ダイソンもハムステッド近郊で邸宅を購入した。 二人は物腰も風格も全く異なり、共通点といえば自由主義支持ぐらいだったが、中はかなり良好であり、英検サイドが開業に失敗するとダイソンはブルームズベリースクエアにある小さな家屋を贈与したばかりか、英検サイドが自分で生計を立てられるまで300ポンドの年金を与えたほどだった。英検サイドは1767年12月付の 遺言状で遺産をダイソンに与え、1770年6月に死去した。1748年2月10日に、庶民院議長アーサー・オンズローが庶民院書記官、ニコラス・ハーディングの引退を発表すると、ダイソンは6000ポンドで庶民院書記官の官職を購入、5日後にダイソンの任命が発表された。 一官職に6000ポンドを支払うのは大金だったが、庶民委員書機関には、書記官補佐など下級書記官の任命権があったため、それらの官職を売却することでいくらか金が返って、来るという仕組みでありは3000ポンドで売れるとされた。当時はすでに官令となっていた。しかし、ダイソンはこの官令を批判し、金銭上の考慮を一切せずに能力に基づき、下級書記官を投与した。 初期官補佐には、ジョン・ハットセルが任命され、ハットセルは、社員として、後年に出版した、議会特権判例集をダイソンに検定した。ダイソン在任中の特筆すべき事柄としては、1751年に、司法案の手数料に関する覚書を出し、手数料の計算法を制度化したほか、ウェストミンスター宮殿の敷地内に、庶民員初期官の官邸を設けようとしたことが、挙げられる。 1760年にジョージ三世が即位するとダイソンと英検サイドは揃ってトーリー島に転向しダイソンに至っては1762年8月に政界入りを準備して庶民院書機関を辞任12月にワイト島のヤーマス選挙区で行われた補欠選挙に立候補して当選した庶民院食機官の辞任にあたって就任時の官僚任命と 同じく売館を拒否以降それが慣例となった。1761年10月13日から11月25日までの短期間に王子少書委員会の委員を務めた。庶民委員書記官の辞任に先立つ1762年5月29日、首相ビュート白尺により財務省秘書官に任命された。ダイソンの財務省秘書官としての評価は高く、ホレスウォルポールからは、 仕事が早く抜け目のないとジョージ・グレンビルからは議事録の正確さを称えられた。議会でも庶民員日誌を暗記したという冗談があったほど議事手続きの権威として見られ、ジェームズ・ハリス、チャールズ・ヨークらがダイソンの議事手続きに関する知識を称賛した。一方で議会で一件を差し挟む頻繁さは皮肉の対象にもされ、 1769年1月には、アイザック・バレーが、アイザック・ビッカー・スタッフの喜劇、南京城の登場人物にちなんで、ダイソンに、マンゴというあだ名をつけた。1764年4月に、下級商務卿に転じ、1765年に成立した第一次ロッキンガム公爵内閣では、野党に転じて1765年院司法の撤廃に反対した。さらに、 議事規則を利用して内閣を妨害すると首相ロッキンガム公爵から釈明を求められ、二人が1766年6月5日に話し合った末ロッキンガム公爵は国王ジョージ三世に手紙を書き、ダイソンの解任を求めた。しかし、ジョージ三世は大法官、ノーティントン伯爵の内閣を延命させたい場合のみダイソンを解任すべきという助言を入れて、 ダイソンを留任させた。続く、チャタム伯爵内閣においても、首相チャタム伯爵がダイソンを解任しようとしたが、今度は、第一商務卿ヒルズバラ伯爵の説得により、思いとどまった。ダイソンは、最終的には1768年1月20日に、下級商務卿を離任したが、グラフトン公爵内閣が成立した後の12月31日に、下級大倉卿に就任した。 ジョン・ウィルクスの議員就任をめぐっては、首相グラフトン公爵から頼りにされて、論文を書き、ウィルクスの庶民員追放を最も有効で適切に行う方法を記述した。ウィルクスの議席をめぐるミドルセックス選挙区の補選は1769年2月、3月、4月の3度にわたって行われたが、ダイソンは1回目の補選直後に、ウィルクスが大多数の得票を得るものの、 20票しかない別の候補の当選が宣言されると予想し、票数を除いて適中することとなった。グラフトン公爵はダイソンに何らかの報酬が必要だと考え、1770年1月に辞任する直前にアイルランド財務省から資金を拠出させてダイソンに1000ポンドに与えた。しかし、庶民委員議員であるノース卿、フレデリック・ノースが 首相に就任するとダイソンの影響力が低減し、1771年10月に重病を患った後は、完全には回復せず議会での演説がめっきりと減った。ノース内閣期には政府の対米州植民地政策を支持した。1774年3月に下級大倉卿を離任し、直後に民りの大井王室会計長官に任命され、 数密顧問官にも任命された。1774年イギリス総選挙では、放射無選挙区で当選するものの、以降議会で役割を持つことはなくなり、1776年9月16日に54歳で死去した。1756年6月、ドロシー・ダイソンと結婚3男4女を設け、うち3人が溶接した。ありがとうございます。